こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンコペーションブックを読んでいくと、1はいいんですけど、2ページ目ね、これは僕のあのシンコペーションベーシックじゃなくて、あのシンコペーションテッドリードさんの方のシンコペーションブックを読んで、2をやっていくと、これ3ストロークの読み替えね、3ストロークの読み替えは僕の別動画がありますので、多分ここに出ると思いますので、そちらの方を参照していただいて、それ見てもらってから、要はこれをこうやって読み替えていくわけなんですよ。で、そうすると、たったたったたった、要は、表裏にアクセントがあるとこは裏しかアクセントがないとこはこっちの3ストロークにして、で表のアクセントはっていうふうに読み替えていくことになるんですけど、こうなるとこういわゆるこうジャズっぽくないとか、タッカタッカやっぱ4つ以上連続するとジャズ的にはっていう風に足を混ぜなきゃいけないんですけど、これうまくレイドバックするとやるとジャズっぽくなるんですね。でこれで要はいわゆるこのバディリッチとかの8分音符ですごいスイングするじゃないですか。頭で合わせちゃうとあとスイングしないんだけど、こうイーブンなまま、こういうスタイル、要は、このここに見てもらったら分かるように、この裏拍を合わせてるけど表拍をちょっと後ろにずらすんですよ。でその練習をするためには、まずこれをこの上の段のやつをメトロノーム裏に鳴らす練習をするんですね。この3連符のここがメトロノームに聞こえるんです。皆さんこうやってワンツーワンツー、これ裏に取るためにはに右手を動かしていくわけ。この位置を覚えると、こういうのをスイングのポケット、リズムのポケットっていうんですけど、これに入れる練習をするんですね。でそうすると、この1番から、1段目から、順番ちょっとやってみてやりたいと思うので、ここを、練習に使っていただければいいかなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。
はい、いかがだったでしょうか。結構難しいと思うんですけど、これなんかこう、じゃあ8分音符がぴったりそこにはまるかって言ったら、こう前後の流れによってこう表拍っていうのは、ここ絶対ここに来るかって言ったら、結構こう跳ねたところに来たり、ここ幅があるんですよね。で、これはベーシーバンドのジョン・グレートンバンドのビッグバンドのね、ワークショップ出た時に、その時にいろいろ質問したら、表拍はみんなバラバラの方が好ましいというか、その裏拍をぴったり合わせて、表拍はそれぞれが自由なところで歌った方が音が分散して分厚くなるじゃんみたいな考え方なんですね。あ、それはすごく感動しましたね。だから表も裏も合わせちゃったら真ん中スカスカになるじゃんみたいな。じゃなくて、裏拍、こう表拍から導き出される裏拍だと、表拍がタイトなわけだから、その表拍が実際に出る音っていうのは感じてる音とは違って、自分がそのフィーリングで歌の流れで作っていく表拍なんだよみたいな話をされた時に、あ、そうやってちゃんと考えてやってるんだみたいな感じです。まあ感覚でやってるんだけど、まあそうやって勉強するとそうなるよっていうお話なんですね。ということで、こういうアプローチで僕もよく練習したので、これはジョードゥがバラバリラレルレーっていうこう作り方で、その8分音符も絶妙にこの感じでハマるんですよ。だからこういう風な感じで、まあジョード聞きながら練習したりとかよくしましたけど、こういう風に練習してもらうといいかなと思います。メトロノームを裏に鳴らして、左手がメトロノームに合ってるのを確認しながら、右手をレイドバックしてて気持ちいいところに覚えていくって感覚ですね。という感じで練習していただければと思います。ちょっとかなり難しかったと思いますが、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなという方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。